違う違う待て。せーの、じゃん。うわどうも皆さんこんにちは、こっち兄弟です。今日ははい、こちらバンバン、どこでしょうか。昆虫標本室、つまり家で来た戸高入り口、イエーイ。はい、ということでね、本日はですね2回目、まあね、2回目ですよね、来るのね、このね、これね、このね、農業文化園戸高入り口のね、2回目の表あるじゃないですか、これ。はい、ありますね。ちょっとね、裏を見ていきましょう。はいはい、あれあれあれ、昆虫の世界 YouTuber 昆虫兄弟が作ったジオラマ標本で昆虫の一覧を表します。ということでね、僕たちの標本が展示されています。イエーイ、はい、ね、展示させていただいててね、はい、で、そのね、仕上がりがね、ちょっとね、まあ、最後の方はちょっと、まあ、あんまりまだ見てないからねまだ見てないから、何の標本を作ったのかは分かるからね。あ、まあまあ、あの、どういう風に出されるかね、楽しみだからね、早速見ていくと、はい、じゃあ続き行こう、レッツゴー、とっても楽しみ。はい、はい、ということでね、入っていきましょう、ね、じゃん、はい、毎度同じ、楽しみすぎる、楽しみすぎます。いきます、はい、ドアが開いて、はい、あ、ついに帰る、まだの、あ、手なかった、まだ乗せなかったです。はい、じゃあ、世界の昆虫入ります、入ります、はい、入ります、ここら辺は変わらないですね、ここら辺は変わらない、だけど、あの、かっこいいね、かっこいい、マイアンマイ、あれ、でもなんかこれさ、これはプラモデルじゃないよってやつ、やってない、買ってるよ、プラモデル、ああ、そうだ、そうだ、だって前あれじゃん、若干虫変わってる、もう綺麗だね、ってるよ、ほら、こっちにしよう、ここら辺クワガタだったじゃん、で、テラスに出てクイズやったもん、もう、トンボの見てる世界、トンボくんね、はい、はい、じゃあ、ね、見ていくよ、おとちゃん、いくよ、いや、おとちゃん、待て、せーの、じゃん、うわー、めっちゃかっけー、昆虫の世界、昆虫兄弟のジオラマ標本展示、捕まえたり飼育していた昆虫を生きているかのように標本に作りました。作るコツ、生きている時によく観察することです。はい、ね、すごい、展示期間令和6年3月26日火曜日から7月7日日曜日ですね、はい、だからね、これね、テーマがあってね、テーマがあります、1年があります、1年がまずね、この2つ、木のやつ、木の作品2つが冬の作品、冬は昆虫は眠っています。主にハチやクワガタやゴミムシが朽木の中で冬眠しています。他にもオサムシやカブトムシ、幼虫が土の中で冬眠したりしています。はい、はい、っていうね、カブトムシも幼虫だけど ね、このね、ちなみにこのね、イラスト僕が描きました、ハチの、めっちゃよく、かっこいいね、やっぱり。かっこいい。ね、展示されてるのが余計かっこいい。うん、で、こっから春。春。冬眠から目覚めたら、蜂、蜜を吸う蝶、花に来たと言ってました。そして、で、春。春は冬眠していた昆虫が冬眠から覚めて活動を始めます。はい。はい、このペットの人も書いてよ。で、ハチオス制作ね。ここ、夏。夏。飛ぶ瞬間。でね、多分ね、動画であんまり登場したことないので、多分これなんだよ、歩く半妙、歩く半妙、多分ね、中京でもね、登場してないからね、これはすごいね、新しい作品だね。はい、はい、で、これは結構見てるから、で、夏は昆虫が一番活動している時期で、一番多くの種類の昆虫を見られます。他にも夏はカブトムシやクワガタやハチやカナブンや蝶などの多数の昆虫が樹液場に集まります。そしてこちらで、はい、樹液に集まる昆虫です。もうこれといったら皆さんもうピンときますよね、うん、去年から動画見てる皆さん、こちら、じゃん、はい、来ました、これ去年中京テレビで飾らせていただいたあのでっかい標本です。でっかい標本持ってきました、はい、やっぱどこに置いてもかっこいいけど、ここ電気があるからさ、余計めっちゃかっこいいね、かっこいい、
ちなみにここに来たらね、何種類いるか探してみてね。探してみてね。そして通りがかったらこれちゃんとやってってね。ちゃんとやってお願いします。お願いします。お願いします。そしてで、お、秋。秋は夏に続いて昆虫が多い時期です。主に直視目が多く、有名なものでいうとスズムシ、コオロギ、クツワ、クツワムシなど鳴き虫が多い。はい、はい、秋ですね。ほら見て、これも交尾中に食べられた。あれ結構新作。まあザーってね、ザーって、レシさんの方にもあるんですけど、まあこれちょっとね、また見てほしいからね。そう、ちょっとちょっとね、こっから、こっからね、先はちょっとね、あの新作だから見ないでほしい。はい、はい、ということでね、で秋の次はね、もう春だと秋冬でもあるじゃないですか。もう終わりましたね。で、あとこの残りのスペースはじゃん、面白い標本。面白い標本、自然界ではありえない昆虫の戦いや少し外れたファンタジーもありますね。この絵僕が描きました。ね、で、まあ1個だけ見せます。本当1個だけ、ちょっと隠す、1回他のやつ見る。いくよ、いくよ、せーの、じゃーん、夏の合唱団。皆さん、こちらが夏の合唱団っていう標本。はい、標本、まあ、ファンタジーですね。で、このカマキリ見てください。蝶ネクタイをして、蝶ネクタイをして、そしてこれね、あれあれ、指揮棒。指揮棒、指揮者なんですね、合唱団。あ、指揮者。つまりここにいるセミたちっていうのは、はい、演奏する人です。演奏する人、泣いて演奏する。あ、バイオリンみたいな感じですね。まあ、だから簡単に言えばね。まあ、そういうことですね。はい、ちょっと他のはね、ちょっと、はい、はい、ということでね、まあね、今隠したけどね、面白い方法ね、めっちゃいろいろあるしね、うん、あと他にもね、ちょっとね、完全にね、全部映してるわけない、うん、じゃないから、はい、ぜひね、来てください。来てください。見て、来て見てください、ね。はい、もっとね、すごい方法いっぱいあるんでね、はい、ぜひ来てください。来てください。じゃあ今日はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価してください。では、クイズの答え。はい、答えはアシナガバチはルルルルルルルで、スズメバチの排水や屋根裏で冬眠します。はい、はい、ね、ですね、うん、実はね、アシナガバチってね、自分の巣で冬眠するんじゃないですよ。穴がこう開いちゃってるから寒いんじゃないですか。まあ、あったかいところでね、冬眠します。はい、じゃあ今度はね、僕からの問題。先ほど映した標本の中に、はい、あの、ちょっとね、めっちゃ序盤なんだけどね、ちょっとね、あんまり触れられてないんだけど、このね、これ映ってるんですけど、弓足ゴミ虫だまし、はい、この虫ね、はい、この弓足ゴミ虫だましなんですが、はい、敵に襲われた時、カメムシと同じように臭い液体を出します、はい、その液体の色は何でしょうか。答えは次の動画で。では次の動画でワープしましょう。せーの、バタバタドラゴンフライ。バタバタバタバイバイ。何色？バタバタバタ虹色かな。バイバイ。チャンネル登録して、チャンネル登録して、チャンネル登録してね。本当に演奏してるみたい。ね、来てね、来てね。